こんにちは、ゆるせびです。今回の動画は毎月1万円かける年セ20%と、毎月10万円の年ン4%、どっちがいいのかということでね、お話ししていきたいなと思います。まずですね、10年間積み立てした場合、両方はどういう結果になるのかというところを見ていきたいんですけども、まず毎月1万円の方、年十20%ですね、こちらは376万円という結果になりました。 ではね、毎月10万円の方はどうかと言いますと、1472万円という結果になりました。10年程度の投資期間ですと、やはりですね、年利が5倍違ったとしてもですね、まあ、全然ね、追いつかないという結果になったわけですね。ではね、20年の場合はどうなるかというところを見ていきたいと思います。まずね、毎月1万円の方、こちらはどうなるのか。 3,109万円ということでね、結構増えたなという印象があります。元金240万円ですからね、えー、これがですね、3,109万円になるということで、まあ、結構増えてますよね。ではね、毎月10万円の方見ていきましょう。こちらはですね、3,667万円という形になりまして、増え幅で考えると、毎月1万円の年に20%の方がかなり増えてるなという印象です。 しかもですね、20年という投資期間が少し長くなったことによって、えー、両方のね、資産額というのの差がね、縮まってきたのかなというような印象があります。ではね、最後、30年の場合どうなるのか見ていきましょう。毎月1万円の方はこのようになりました。桁がね、1個増えてしまいました。2億2977万円。元金360万円ですからね、これが2億円超えと、なかなかのすごい数字です。 では、毎月10万円の方はどうかというと、6940万円と、まあ、こちらもですね、元金3600万円ですから、まあ、2倍とは言わないんですけども、それ近くまで増えてるんですけども、それでもね、やはり福利の力によって30年という長い投資期間があればこそ、毎月1万円の方がかなり増えるんだということが分かったかと思います。で、先ほどタイトルで言った通り、どっちがいいのかっていうことに関しての結論なんですけども、もうどっちもやろうよということになってきます。 このどっちもやるっていうのはね、どういうことかというと、コアサテライト戦略というふうに言われたりします。えー、このコアサテライト戦略っていうのはどういったことかっていうと、まあ、コアっていうのがね、守りの資産ということで、まあ、長期的に安心して運用できる商品ですね。一番挙げられるのがインデックス投資のオールカントリーとか、あとはですね、アメリカの S&P500 とか、そういったものに投資をする投資先になります。 で、サテライトっていうのはですね、攻めの資産ということでね、まあ、リスクを取って市場平均リターンを上回るための運用をする投資先っていうことて形になります。まあ、先ほどの例えで言いますと、毎月10万円を年に4%で積み立てていくっていうのがね、コアの方になりまして、 毎月1万円を年に20%で、えー、積み立てていくというのがサテライトというふうに、ねえー、割り振ることができるのかなというふうに思いますそして理想的なというか大体はですね、コア80%とサテライト20%がいいんじゃなかろうかというふうに言われています自分自身がですね、市場平均リターンを上回,上回りたいというふうに思うんであればですね、サテライト戦略コアサテライト戦略を取り入れるというのもね、いいのかなというふうに思っています ではね、年利20%の可能性のある投資先ということでね、少しね、ご紹介していきたいと思います。まず個別株ですね。個別株、年利20%と聞くと、ウォーレン・バフェットさんが思い当たるかと思いますけども、まあ、そういった形でですね、個別株で年利20%やってる人っていうのはいますので、まあ、達成できる可能性はあるかと思います。まあ、最近だったら、エネルギー株だったり、銀行株っていうのがね、上がってますよね。次、二つ目ですね。二つ目は、レバレッジ商品ですね。 こちらは話題のレバナスだったり、レバレッジ e t f ですね、SOXL とか、そういったものが挙げられるかなと思います。次に3つ目が仮想通貨ですね。ビットコインだったり、イーサニアムなどが主役というか、ほとんど投資先として選ばれるんじゃなかろうかというふうに思います。どれもですね年、年齢20%の可能性ありますけれども、もちろんですね、リスクもあります。ですから、しっかり調べて考えた上で投資をすることをお勧めします。 またですね、先ほどは例えとして積み立てでですね、お話ししてきたんですけども、まあ、毎月1万円の積み立てっていうのはね、合理的ではないと思いますので、まあ、レバレッジ、レバナスとかに積み立てするんだったらいいかと思うんですけども、個別株とかだとですね、まあ、積み立てっていうのはあんまりお勧めできないので、 まあそういった場合はですね、毎月ですね、1万円ずつお金を貯めていって、まあ、ここだっていうタイミングでですね、その貯めていった1万円を投入するみたいなやり方でもいいのかなというふうに思います。まあ、そういった形で,ですね、サテライト戦略の部分はですね、まあ、いろんな商品が投資をする商品ってのありますので、いろいろ自分で調べてみて、挑戦してみるっていうのがね、いいのかなというふうに思います。 で、僕自身のね、投資に対する考え方なんですけども、僕の場合はですね、全資金が堅実な投資ではつまらないのかなというふうに思っています。まあ、堅実な投資っていうのはね、大事なことなんで、それをね、否定するつもりはありませんし、僕もですね、オールカントリーとかに積み立てたりっていうのをやってた、やってますので、まあ、堅実な投資もやってます。ですけども、まあ自分がね、 この銘柄上がるんじゃないか、これが上がるんじゃないかっていうふうに予想をしてね、まあ、実際投資をして、当たってね、お金が実際に増えたってなるのはね、嬉しいんですよね。もちろんですね、お金が減るとへこむんですけども、でもやっぱりその、お金が増えた、減ったっていうのがね、楽しいんですよね、純粋に。ですから、まあ、僕自身の場合はですね、この、 先ほどご紹介したコアサテライト戦略のサテライトの部分はですね、なんていうんですかね、お金を増やすためにやってるっていうのはもちろんあるんですけども、趣味みたいなところも結構混じってるっていうような形になってきます。個人的な話なんですけど、最近はエネルギー株の2倍レバレッジ e t f である ERX っていうのがですね、20%ぐらい上がっててね、まあ非常にね、結構嬉しいなというふうに思ってます。 エネルギー株2倍レバレッジ ETF の ERX なんですけども、まあ、投資し始めて、ちょっとね、下がったんですよね。10%か12%ぐらい。まあ、10万円ぐらいしか投資してなかったんで、そこまでね、痛手ではなかったんですが、ちょっと下がって、あやっぱりね、僕の見通しがダメだったのかなというふうに思ったんですけども、そこからね、急に回復して20%も利益が出てるというところで、ちょっとね、読みが当たったのかなというふうに思って、まあ、ちょっと今、ちょっと嬉しいんですよね。 で、この ERX が、まあできればですね、あと4倍ぐらいに膨れ上がってくれないかなというふうに思っています。まあ実際ね、そんなふうに4倍になったりするっていうのはね、まあ難しいかもしれないですけど、まあそういった形でですね、まあ楽しみながら投資をやっているという形になります。というわけで今回の動画のまとめになります。今回はね、毎月1万円かける年に20%と、毎月10万円かける年に4%の比較っていうのをやってみました。 まあ、堅実な投資っていうのは大事ですけれども、少しの金額で年、ね、齢20%を狙うっていうのもね、面白いと思います。その場合はですね、ま少、あ、額の投資先っていうのをね、どこにするのかっていうところはね、様々なリスクがありますので、そのリスクの許容度とのね、相談の上でね、選ぶべきかなと思いますけれども、そうやってね、いろんな投資先っていうのをですね、比較したりとか、検証したりとか、調べたりとかしていくと、まあ、自分自身の投資知識とかも増えていって、まあ、よりね、 ですかね、その堅実な投資先に投資をしてて大丈夫なのかというところも、ね、理解が深まってくるのかなと思ったりもしています。またね、プラスの要素として投資が楽しくなればなるほどです、ね、節約も励むことができるのかなと個人的には思ってまして、まあ、これは、ね、僕自身の、まあ、体験談というか感じていることなんですけどもある投資商品に投資をしたいというふうに、ね、いろいろ調べてなった場合その投資先にです、ね、投資をするためには、ね、やっぱね、お金が必要じゃないですか。そうなってくると ちょっとね、コンビニでコーヒー買うの控えようかなとかですね。まあ、ちょっとね、お寿司食べたいけどスシローに行くの控えようかなとかね。まあ、そんな風にですね、まあ、少しちょっと節約をしようかなという風に思い始めるわけですね。そうやって実際に節約をし始めて、まあ、入金力っていうのがね、少しですけども上がって、で、その少し上がった入金力で投資をしていく。そしてそれがうまく当たればね、 やってよかったなって思うし、それが下がったらですね、まあ今度は失敗しないようにね、上がる投資先に投資してみようかなと思ったりですね、まあそういった形でですね、楽しみつつ投資ができるし、節約もできる。そして、そうやって楽しみながら投資をすることができれば、長期間にわたって投資をすることができるんじゃなかろうかと思ってますので、まあ皆さんもですね、コアサテライト戦略取り入れたいというふうに思う方がいればね、ぜひ取り入れてみてはいかがでしょうかというところになってきます。 というわけで今回の動画は以上になります。このチャンネルはですね、セミ体を目指している過程を発信していますので、気になる方がいらっしゃればチャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは最後までご視聴していただきありがとうございました。失礼いたします。